中年オタッキーです。緊急事態宣言もね、ほとんどの地域で解除になって、たくさんレジャー車が出ておりますが、緊急事態宣言がね、終わったからといってコロナがなくなったわけじゃないんでね、皆様勘違いされないようにっていうことですね。まあ、こんなこと言ったらまた突っ込む人が出てくるんだろうけどね、もうちょっとの辛抱なんでね、ワクチンがね、広まって、まあ、ワクチンも、その、危険とか安全とかいろんな意見がなんかありますけど、まあ、とりあえずコロナが終わっていかないと始まんないんで、僕はワクチン賛成派です。病気になったらまたその後で考えようみたいな感じですね。カメラとこれも同じようなこと言ってますけど。まあね、今日はね、このカメラで、写真撮ってきました。これね、冬にもね、作例出しましたけどね、コニカ原爆監督です。で、あまりにも写りが良かったんで、これはカラーで撮りたいなということで、やってみました。でね、いろんなメリット、このカメラでね、このカメラで写真を撮るメリット結構いろいろとあると思うので、その辺もお話ししていこうと思います。それでは動画スタート。はい、このコニカ現場監督なんですけどもね、大まかなスペックとかはね、まあ前回、半年近く前の動画ですけどもね、お話ししましたんでね、まあそちらはちょっと今回は割愛するということなんですけど、まあ名前の通りね、作業現場とかでね、写真を撮るカメラですね、これね。まあ時計で言ったら G-SHOCK ですか。まあそんな感じで非常に頑丈に作ってありますし、なんとこれ水洗いができるということでね、防水なんですね。通常のね、そのカメラの裏蓋って言ったら簡単にヒンジで開くような形になりますよね。まあたまたまここにね、ハイマチックがありますけど、まだ冬見えてないんでね、これヒンジを引っ張るともうパカッて開く感じなんですけど、まあ光は漏れないようには作ってあるんですが、こいつはね、それをね、さらにこれ、よいしょ。これ回して開けるようなタイプですね。で、ゴムが全部貼ってあります。防水タイプなんですね。まあ、日常生活防水ぐらいの防水ではありますが、水洗いができるカメラということでね。まあ、汚れに強いというかね。まあ、だいたいこのカメラはね、本当に、中古でね、並んでたら、だいたい酷使してあるパターンが多いんですけどね、強いカメラということで、ね。で、今回ね、なんでカラーフィルムを装填したかっていうのは、一つはもちろんね、写りが見たかったっていうのもあるんですが、このレンズをね、デジタルカメラに移植するっていうわけにはいかないんでね、フィルムを装填するしかないと。で、もう一つはね、強いんで、レジャー、スキーとかね、登山とかね、そういうレジャーにはもってこいなんじゃないかなということでね、そう考えたわけです。で、当時ね、そのフィルムを装填した当時は冬だったんで、まだ。まあ、冬っていうか、まあ、春近かったんですけど、でね、スキー、うち、子供を連れてよくスキーに行きますんでね、その写真も撮れるんじゃないかなと。で、実際にね、ナイタースキーとかでもね、写真撮ってきたんですけども、もちろんね、他の、シーンでも写真を撮ってあります。で、レンズはね、28ミリというね、純広角というか、もうやや広角ですよね。28ミリの単焦点になるんですけどもね、これが非常に写りがいいという評判なんですね。で、前回のね、動画はモノクロフィルムを装填してね、見事な写りだったわけなんですけども、今回は、カラーネガフィルム、コダックゴールド200というね、フィルムを装填して、撮ってまいりました。とりあえずここからはね、まあ、作例行くんですけどもね、家族写真をね、結構撮ったんで、作例の枚数は少なめです。すいません。嫁が出すなって言うだろうからね、多分ね、嫁の顔出したら怒られると思うんでね、まあ、ぼかし入れたらいいのかな。まあ、ぼかし入れるぐらいの顔なんですけど。こんなこと言ったら、容易に伝えたら殺されるかな。そんなわけでね、作例をここから行こうと思います。はい、作例、家族写真が出せないって、いきなり家族、息子が写っておりますが、結構ね、エモい色が出ていると思いますね。まあ、その夜間照明ということもあるんですけどね。で、全体的にね、これね、これもそうですが、かなりエモい感じに映っております。若
干ね、アンダーに映っているようにも感じますが、それがエモさを出しているのかもしれませんけど、これ劇的にバランスがいい色になっていますよね。で、28ミリっていう画角も非常にね、これスナップ取りやすかったですね。まあ、レンジファインダーカメラの流れということで、ファインダーは非常にクリアですし、撮りやすいカメラになりましたね。ピント合わせもね、全部自動で、まあ、28ミリで結構絞られるので、ファンフォーカスなんですけど、ご覧のようにね、フレアもちょっと美しいね、虹状のフレアに近いものが出ております。ちょっとね、今回はね、サフレ短めだったんですけどね、こうカラーネガフィルムでもね、十分いけると思いますが、リバーサルだとね、ほんのりアンダーになってくるかもしれません。まあ、これはね、もうすでに結構古いカメラになってくるんで、もしかしたら CDS が若干劣化してるのかなとも思うんですけど、通常 CDS は劣化するとね、オーバーの方に動くので、これはどうかなーって感じで、見てました。まあ、結果的にね、ややアンダーぐらいの方がエモい写真になるんで、今流行りのね、カラーネガのエモい、ちょっと荒っぽいね、写真になってくるんでね、まあ、結果的には良かったんですけどね。で、まあ、スキーのね、写真2枚写ってましたがね、この時ね、実はこの写真撮った時、ビンディングが甘かったんですね。スキーのこと知ってる人はよくわかると思うんですけどね、ビンディングってまあスキー板の金具なんですけど、で、2回ほどね、滑走中に板が外れて、2回結構派手に転びました。特に2回目は結構スピード出てたんですけどね、僕ずっとね、このカメラをね、こんな感じで、保持して、スキー滑ってたんですけど、なんともなかったです。で、結構ね、徳島のスキー場なんでね、結構水分を含んだ斜面で、まあ、びしょびしょに近いような斜面だったんですけどね、何も、影響はなかったですね。普通にまだ動いてます。こんな感じでね。まあ、タフですね。まあ、タフに作ってあるんですけどね。その、現場監督ということでね。まあ、というわけでね、まあ、今はスキーのシーズンではないですが、まあ、登山とかね、海水浴。まあ、海水浴はちょっと微妙ですけど、泳ぐ時にはちょっと無理だろうからね。まあ、それでもね、その、砂とかも入りにくいだろうしね、いろんなステージでいいと思います。これ、スマホでね、写真撮ってると、スマホってやっぱね、その、落としたりね、その、濡らしたりするのに結構弱いものになるんで、このカメラを持っていくとね、そのスマホではちょっと危ないぞっていうシチュエーションで写真を撮るときにいいんじゃないかと思いますね。で、家族をお持ちの方とかね、登山の趣味の方とか特にいいんじゃないかなと僕は思いますが、どうでしょう。このカメラね、まあ、相場としてはね、そこそこの値段になっていくんですけど、高くもないです。安くないですけどね。それでね、まあ、35ミリと28ミリがあるんですけど、35ミリはちょっと持ってないんで写りはわかんないんですけど、28ミリで十分いいと思います。これね、まあ、本当にね、スパスパ撮れる。ピント合わせもね、オートフォーカスはオートフォーカスなんですけど、ほとんどパンフォーカスになっていくんで、まあ、ピンボケの心配もほとんどないですしね。で、暗くなったら勝手にフラッシュが光るんで、本当にね、カメラをね、始める人は特にいいと思いますね。スマホしか使ったことがない人ね、が、フィルムカメラを始めるのにはかなりいいと思います。荒っぽく使っても壊れない。で、簡単に写せる。結構エモい写り、これいいんじゃないでしょうか。今回ね、その、コニカ現場監督にね、フィルム、カラーネガフィルムを入れてみましたが、リバーサルで撮るとどうなるかなっていう興味も、湧きますが、リバーサルはちょっとお値段が高いのでなかなか。リバーサルね、1本やっぱ1,400〜1,500円。で、現像に1,200〜1,300円ということで3000円近くかかってくるんでね。ちょっと予算に余裕があればまたリバーサルフィルムで使ってみるかなって感じもしますが、これ多分ね、普通にね、家族写真に使っていくカメラになっていくと思います。特に冬ね。うち冬はすごくスキーに行くんで、まあ、そんな感じになっていくと思います。これね、クォーツデートがないんですね。そこがあれば完璧だったんですけど、クォーツデートがあったらまた脆弱性が増えるから、あえてつけなかったのかなって感じですかね。はい、今日のね、カメラ紹介ちょっとさっぱりしておりますが、この辺になっていきます。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。
はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターは小寺さんの作品ですね。中年オタッキー様よろしくお願いします。題名、輝く発火、白い花ですね。フィルムコダックゴールド200、カメラ、ニコン F2 フォトミック AS、 レンズ AIS ニッコール 50mmF1.4、絞り開放ですね、 45cm の最短撮影距離で撮られているということです。で作品なんですけどもね、これ AI ですかね、50mm 非常に、ね、開放なんですけども、ボケ綺麗ですね、結構綺麗。まあ、あのペンタックスのタクマほどではないんですけど、そこまでざわついてないようにも見えます。こうなるとね、ニコンのレンズの解像度がいきますね。色的にはね、まあ若干サイド的にはまあこんなもんかなぐらいのレベルですけどもね、ボケが非常に綺麗にな、映ってるのが気になりますね。AIS ニッコールですね、 AIS ニッコール 50mmF1.4、 ニッコールの 50mmF1.4 でも AIS まで行くと、構成違うのかな、ちょっと詳しくないんですが、小寺さん投稿ありがとうございます。次がね、タクミーさんかな。オタッキーさんこんにちは。最近は大学もオンラインになり、人と会う機会もめっきり減りました。そんな生活ですが、フィルムカメラが自分を助けてくれてる気がします。フィルムで写真を撮ってるときは何もかも忘れて撮れるので楽しいですというですね。それからまた一人友達がフィルムを始めてくれました。今年に入って3人目です。じわじわブーム来てる気がします。いやー、これはなかなか、活動しておりますね。そういうわけで今回も作品投稿させていただきます。どちらもニコン F3 AI ニッコール 50mmF1.4 コダックカラープラス200で、1枚目が帰り道、2枚目が16時の窓際でお願いしますということですね。で作品なんですけどもね、これが非常に美しいゴーストが出ておりますね。帰り道、シャッターチャンスも抜群ですねこれね。というわけでね、これちょっとね、サムライジャパンさんには申し訳ないんですが、ディフェンディングタイトル、1回ということで、この作品を、タイトル紙にしていこうと思います。16時の窓際ってのは、これよくあるね、光線状態になりますけどね、まあ撮りたくなりますねこれはね。美しい色で映っております。カラープラス200、結構いい感じですね。はい、たくみさんありがとうございます。ね、次がね、サトシ8000さんですかね。いつも楽しく拝見させていただいてます。おたきさんを知ってからジャンクコーナーを巡るのが習慣になりつつあります。作品投稿させていただきます。ソニー NEX6 とペンタックス ME で取り比べてみました。やはり僕はフィルム写真の色味が好きです。皆さんはどちらが好きですか。カメラは、カメラペンタックス ME の方は富士から100ですね。皆さんはどっちというタイトルですけどもね。これ1枚目がペンタックス ME で2枚目が NEX6 ということなんですけどね。1枚目の方がね、若干ね、サイドは低いです。サイドが低いですけどね、色のね、色のりがあったかい色って暖色に触れてますね。で、ソニーの NEX6 の方はというとね、青がちょっと強い発色になってると思います。僕ちょっと色はあんまり見えてないんですけどもね、どちらが好きかって言ったらものすごく難しいですね。これこの2枚でね、タイトル変えれるぐらいの差があると思います。ただね、そのよく言われる、デジタルの方がね、解像度が高いとかキレがあるとかいうね、のはここでは微塵も感じられないですね。ディテールもほぼ同じ。デジタルの優位性果たしてどこにあるって感じですかね。サトシ8000さんありがとうございます。次がね、これモッシーダディさんかな。作品投稿のコーナー、タイトルがね、レイクタウン花散策かな。カメラニコン F フォトミック FTN、 レンズニッコール H、50mmF2、 フィルムは富士スペリアプレミアム400。これも前回のペンタックス SPF と同じ日に、初めてマニュアル撮影した写真になります。ほとんどの写真がダメダメでしたが、うち2枚だけまあまあ良い写りでしたので投稿します。
初めて間もないので丸ボケが出ただけで興奮しましたっていうことなんですけどね、作品なんですけどもね、そのこのボケがいい感じで出ておりますね。これあのニッコールということでね、やや楕円ボケになってますがね、非常に綺麗な、写りになってます。ピントは若干前ピンなのかな、若干前ピンなのかな、うん。で、2枚目の方もね、2枚目の方はドンピシャで来ておりますね。こちらもね、綺麗な玉ボケ出ておりますね。フィルムカメラのね、醍醐味ということでね、まあ、レンズがね、オールドレンズになってくるんでね、いろんなボケ、フレアとか楽しめるんで、まだまだ、楽しんでいただければと思います。はい、モシダディさんありがとうございます。次で最後が、一都市九さんの作品2枚ですね。1枚目のタイトルが、廃校の遊具、2枚目がゲートボール場ということですね。カメラがね、オリンパス OM10、 レンズ随行 28mmF3.5 ケントメアパン400で撮られております。でね、これ名レンズですね、名玉という作品なんですけどね、本当にいい写り、これね、なかなかいい感じに写っておりますね。ケントメアパン400ということで、やや中用の表現力ということなんですけどもね、これがいい味、ちょっと柔らかめの感じで、特に2枚目ね、好みですね、いい感じ、で写っております。立体感もしっかり出ておりますし、絞りもしっかり絞られてるみたいなんですけどね、この、ボケじゃなくて、この光で立体感を出すという意味では、今回の作品はなかなかだったんじゃないでしょうか。はい、一田茂さんありがとうございます。ここまでで、作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、俺のカメラのコーナー、今日はね、作品投稿もしていただいた一都市九さんからですね、俺のカメラに送ります。ニコン F フォトミック、フォクトレンダーウルトロン 40mmF2 を装着している写真ということですね。で、早速作品に行きますけど、かっこいいですね、これね。この写真非常にかっこいいですが、残念ながら若干黒が潰れてるんですね。もうほんのり露出を上げたかったかな、ほんのちょっとアンダーだったんですね。これ、撮影機材は何だったんだろうな、ちょっと気になりますが、ちょっと黒が潰れてるのが欲しい。もうちょっとでタイトル画面っていう感じの、かっこいい作品になっていると思います。一都市九さんありがとうございます。俺のカメラのコーナーはね、今日はここまで。ここからはやったやっちまったコーナー、結構ね、やったやっちまったコーナーたくさん今回来ておりますが、一名ずつの紹介になっていきますね。ちょっとね、溜めておきますんでね、すいません。はい、やったやっちまったのコーナーいきます。はい、やったやっちまったコーナー、今回ね、初投稿ですね、折口さんからの投稿です。コダック M38、 僕のサブカメラなのですが、写真を撮って現像に出したら、なんと指が映り込んでました。原因はレンズが思ったより右にあるので、そのせいで指が入り込んでしまったようです、ということなんですけどね、今回撮影のやっちまったですね。で、このコダックの M38 って、これは使い捨てカメラ、フィルム装填できるのかな、ちょっと僕初めて見たんですけど、確かにレンズが右寄りですね。これはちょっと微妙な配置ですけどもね、指が確かに入っておりますね。3枚ほど。でね、最後の1枚なんですけども、このゴーストが非常に特徴的ですね。これ、レンズ構成どんなんだろうな、大した枚数はこれないような気がしますが、非常に面白いゴーストが出ております。このカメラね、パッと見た感じはね、映るんですっぽく見えるんですけどね、コダックのね、ちょっと詳しいことわかんないんで、また調べとこうかな。はい、折口さんありがとうございます。やったやっちまったコーナーを二人ほど待っておられますが、ちょっと貯金させてくださいということでね、ここからはね、教えてよタッキーさんのコーナーいきます。はい、教えておタッキーさんのコーナー、今日はね、
井上ひじりさんのね、教えておたっきーですね。これがちょっとね、ちょっと笑えるんですけどね。まあ、いきますよ。教えておたっきーさん。父親の使っていた思い出のカメラです。おたっきーさんでしたら、機種名とお分かりになるかも、と思い、今回投稿させていただきました。私の生まれる前の両親の石か何かの上に置いて撮って、たと思しき自宅の庭での丸首と清水姿の記念写真や父親が撮った風景写真がアルバムに残っております。後年生まれた息子のカメラいじらせての要望にいいよと言ってくれる懐の深い親か、現像はお金がかかるからダメと触らせてくれない親か、40年後その差は歴然となって現れ、かっこ笑いということですね。特徴的なのは軍艦部にレリーズボタンがなく、セルフタイマーかなと思わせるところにシャッターがあることと、反対側にジャッと倒し込むセルフタイマーがあることです。よろしくお願いしますということで、結構ね、いろんな絵を、角度から絵を描いておられますが、井上ひじさんもう分かってますよね。これです。ハイマチックですね。初代ハイマチック。もう特徴的なね、この、シャッターボタン。で、このね、セルフタイマーね。巻き上げないと固定できないんだな。知らなかったよ。わーすごいね。ついね、先日、キアリナさんから提供いただいた、このハイマチックだったんですね。留飲が下がりましたかね。そんなわけでね、今日の動画は終わっていきます。いかがだったでしょうか。次回の動画なんですけどね、次回の動画カメラ何だったか、カメラの名前忘れちゃったよ。あれどこに行った。富士かなんですけどね、あーどっか行っちゃったよ。よいしょ、あった、よいしょ。はい、次回の動画はね、ちょっと最近富士近づいてるんですけど、こいつ、これね、フジカ GER っていうカメラですね。電子シャッターのカメラになるんですけどね。これ非常に名機ということでね、これ撮ってみたいなってずっと思ってたんですけどもね、ようやく撮る機会に恵まれましたので、ね、撮ってきました。これね、CDS なんですけどね、劣化も全然してなくて綺麗な写真撮れました。次回はね、作例期待ということでね、富士カ GR の、やつやっていきますんでね、ちょっとポケットカメラが続きますが、ポケットカメラとかね、コンパクトカメラとかだとね、再生回数が伸びないんでちょっと不安です。そんなわけでシェアよろしくお願いします。今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちくださいませ。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録ね、結構今年、今月はね、いいペースで、まあ、増えました。稲垣吾郎さんのおかげも、まあ、あるんですけどもね、牧蓮さんとかね。まあ、ちょっとね、普段のペースに戻っておりますので、またね、チャンネル登録、まだの方はね、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。高評価、コメントの方はね、バシバシやってください。コメントもね、頑張って全部返していこうと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画、あ、そうだ、最近ね、投稿、作品投稿のコーナーとか、俺のカメラとか、いろんなコーナーね、投稿場所を間違える方がかなり多発しております。でね、作品投稿のコーナー、特にね、混雑しますので、混乱します。動画の作成にね、時間がかかったりね、間違い、事故が起きたりするんで、作品投稿のコーナーとかね、そういう投稿のコーナーに投稿される方とか、もう一度ね、私の YouTube チャンネルの概要からね、ルールの確認をお願いします。で、教えておたっきーさんのコーナーだけはルール書いてないんですけども、中年おたっきー2の方に投稿をお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。ルール厳守よろしくです。それではまたごきげんよう。さよなら。